はい、どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、グッドモーニングということでね、えー、今回もやってまいりました。やーたクだクロ黒田拓也のタイムアトリー,ーはい、なんて言うてますけども、 いやあ、頑張っていかなあかんなーって言うてますけども、えー、皆さんいかがお過ごしスタイルなんでございましょうか、えー。この黒田拓也のタイムアウト、なんと今回で第80回でございます。パチパチパチと、えー、言ってるわけなんでございますけども、皆さんどうでしょうか。80回っていうのはこれなかなかね、えー、やろうと思ってもできることではないなと。しかも、 1> えー、第1回目のタタイムアウトから数えてちょうどほぼ、えー、これで1年が経ったということで、いやー、ちょっとですね、感慨深いなと思ってるんですが、それに加えてまたまたスペシャルな、えー、お知らせというか、なんと今私はですね、日本にはおりません。えー、そうです。アメリカはニューヨークはブロックリン、ウィリアムズバーグの、えー、自宅のステジディオから、 お、えー、送りしておりますもう帰ってきたからにはですね、この MARS の AR の発音がもう本場、本場中の、えー、本場になってしまーすなんですが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、こんなね、自宅で大きな声張り出すのはちょっと恥ずかしいんですけども、さあニューヨーク編がこれでめでたく始まりますけどもですね、えー、羽田を 出まして。羽田空港でね、陰性証明書たるものをね、空港で提示して飛行機に乗るわけなんですけども、出発前72時間以内のね、証明を見して、ニューヨークにやって参りました。またね、相も変わらずに飛行機はね、ガランガランだったんですけども、JFK に着いたら、もう、ものの5分で、あの、空港の あの、あれなんて言うんですかパスポートチェックみたいなのを飛び出まして、えー、荷物を取って、えー、出るわけなんですが、あの、日本の梅雨は嫌だなんて、えー、言うて飛び出て、呼ばれて飛び出て、じゃ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 んしたくせに、えー、なんと、着いた日、ニューヨークは摂氏9度、えー、大雨というね、あの、なんでこんなことになったんやろうとは思ったんですけども、数日経ちましてですね、もう、 えー、太陽が戻ってきまして、今週末はなんと30度に行ってしまうんじゃないかという、えー、ご陽気な、えー、様子でございます。で、こびっくりしたがね、もうニューヨークの飛行場ももうなんか、もうザルザルで、全然その厳しいチェックもなく、その陰性証明さえもですね、その日本の空港では見したんですけど、もうニューヨークの空港では聞かれもせずにですね、えー、一応その、 ヘルスフォームというですね、健康チェックシートみたいなのをサラサラっと書いて、えー、もう晴れて方面、シャバに出れたわけなんですけども、へ、えー、こんなもんかいなぁと。去年11月行った時はなんかこう軍隊の、軍服を着たね、なんかライフルを持った、えー、おじさんとかが怖い顔して立ってたんですが、今回は陽気なおばさんがですね、健康チェックシートちょうだいーみたいな、 感じでウェルカウントニューヨークみたいな感じで、ねえー。なんかちょっと様子が変わってるなぁなんて、えー、思った次第でございます <music> はいなんてね、えー、言うてますけども。まあ飛行機を出てじゃあ何をするかというとですね。えー、日本だとね、皆さん海外から今日本に帰ると、えー、タクシー乗ったらダメなんですよね。あなんかハイヤーみたいなのをこう個人的に えー、雇っとかないといけない。で、電車も乗っちゃいけない。なかなかこう、厳しい。なかなか家にも帰るのがハードルが高いんですが、ニューヨークはですね、それこそ黄色いタクシー、イエローキャブみたいなのはなかったけども、ウーバーでね、もうその場で読んだら、えー、家まで帰れるということで、私もですね、やーたも、ウーバーを、えー、呼びましてですね。このね、今のこのニューヨーク事情も、ウーバーが登場してから、 ほ、ほとんどの人がもう、ウーバー、もしくはウーバーに似た、えー、タクシーの同じ携帯のものしかもう乗ってないんじゃないかなっていうぐらい。そのウーバーを読んだらですね、10分、ものの10分ぐらいでやってきてくれまして、えー、バシッと車に乗って家まで連れてってもらったんですが。で、これね、いつもこう、タクシーに乗るとですね、 悩むんですよ。やはりこう、久しぶりにニューヨークに来たから、まあちょっと英語の感覚を戻すのもあって、ちょっと喋ってやろうかとね、運転手さんとね、ヘイメーンみたいな感じで。で、これね、最初まあ一言二言、ああ、日本はいい国だね、みたいな大体そういう、こうなんて言うんでしょう、ありきたりな会話で終わるんですけど、今回、僕はね、もうこれも失敗しましたね。ちょっとワクチンの話をしてしまったんですよ。ね。ワクチン。 どうなってんのみたいなのやったらね、その人、ハサーンっていう名前で、まあ、ムズリムというか、えー、宗教的にも、おそらく、あの、なん、なんて言うんかな。えー、そっちのムズリムの方なんですけども、その、やはりこう、持論があるんですよね、みんな、その、いや、あんなもんは、俺はまだ売ってない、みたいなね。で、いろいろこう、こう、こう、こういう理由でとか、まあ、いろんな理由が、えー、あるんですけども、もうね、そんな、 スイッチをしてしまったから、大体家まで4五50分あるんですけどね、俺もね、へえ、ふんそうなんやー、しか言えなかった。ずーっともうその彼の、 思いの丈をですね、ぶつけられまして、えー、ブルックリンの家に着いた時にはもう、ヘトヘトになりましたという話なんで、皆さん、あの、もしね、またね、えー、ニューヨークやアメリカに行って、タクシーの、えー、おじさんに喋る時は、それ、そうの覚悟を持って、えー、るように、えー、してください。 まあそんな言うてますけどもですね。まあその JFK から僕のこのウィリアムズバーグブルックリンの家まではまあ大体4、50分でタクシー代にしたら5000円ぐらいですかね。5000円ぐらい。まあ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 悪くないというかその国際空港にしてはこうなんていうのダウンタウンというか街中までそこまで遠くない便利なえとこなんですがまあでまあ半年ぶりに、えー、アパートのドアを開けたわけなんですけども正直ね、うん 最初の印象が、えー、思ったことが、何にも変わってないなと。まあ、そんなね、綺麗なビルでもないし、綺麗な家でもないんですけども、一個目のビルのドアをね、開けた時、バシッと開けたら、もうその階段とかもホとか、あとはもう階段にこう、モロスとか、ちっちゃいのがいっぱいあったりするんですけども、そんなもんなんか、半年前と変わってない。同じ場所にあるなぁ、なんて思うぐらい、なんかこれ友達にも言うたんですけど、なんかこう、 映画のセットがあって、時代劇とかの。なんかそこにね、また自分が戻ったみたいな。なんかそんな感覚、全く同じこう映画のセットにまた戻っていったみたいな。感覚を覚えまして、すごく不思議な気分になったんですが、もう一旦そのアパートに入ってですね、自分の部屋を入ってしまったら、なんかもう本当に、やはり17年住んだ場所ですから、そのまんますぐ戻っちゃうという、印象はありましたけどね。まあ家に着いて、 朝に着いたんでいやー時差ボケの中どうしようかなと思ってやっぱりちょっと腹が減ったなってうことですよねやっぱりなさしめしめとやはりこのずっと日本にいる時に食べなかったもの食べたいなと思ってさあ何を食べたでしょうかピバー,ーン、えー、タイ料理をね、えー、食べたわけなんですけども あのー、ウーバーイーツももちろんこっちはあるんですけども、えー、シームレスっていうのが、もう日本でこう出前感的な、ねえー、扱いのものが、ウーバーイーツの前からこうしっかりとこう、その携帯出前サービスを、えー、していたものがあるんですが、結構僕はそっちを重宝していて、それで、えー、いつものいつもの、えー、タイ料理屋さんからですね、えー、タイ料理の、えー、ちょっとこちょピリ辛ラーメン、 いつも頼んでるやつチキンの鶏のそぼろにニンニクとか生姜とか、えー、胡椒とか、えー、ネギとか,、えー、ギとか細かくしたものがこうラーメンの上に乗ってるっていうね、えー、のを頼んだんですけどもでもなんか嬉しかったですねあのそのお店いつも注文するから結構なひあの頻度で同じ人が持ってくるんですよ名前もねあのもちろん僕はまだ存じ上げないんですけどももうその ご飯の受け渡ししかしかないんですがタイムアウトでも言ったことあると思うんやけども、あのー、うちの家そのビルの最初のところのピンポンブザーが潰れてるんですよだからその出前の人が来たところでブザーを押してもわ、あのー、からないのでみんな電話してくるんですよねでそのぼ俺がいつも頼むタイ料理の,そのデリバーの人はもうそれも全部熟知してるんでですね到着する1分前に えー、一分後に着きますっていうテキストメッセージが、あの、電話に届くと。で、うわ、この感じや。懐かしいなと思ってですね、えー、連絡が来たから、下に降りてって。うち2階なんですけど。で、ガチャッと開けたら、もうちょうど原付で、ブーンとですね、家の前に来て、ご飯の入ったビニール袋そのまま渡してくれるんですが。半年ぶりにあったもんやからね、そのおじさんもね、嫁めーみたいな。 お帰りみたいな、ちょっとしたね、えー、胸熱なこの再会がありまして、えー、その、いややっぱ帰ってきたなって感じがしました。でそのタイのね、ラーメンをですね、こうご丁寧に麺とスープを分けてくれててですね、それを家にあるこう、鉢に移して、ラーメン鉢に移して食べるんですけど麺はね、こうあ、僕が好きなのは、あの、春雨でできたみたいな麺でですね、 えー、チ,ュルチュルチュルチュルしながら食うんですが、えー、汗をねだらだらかきながら、えー、食べたタイのラーメンはうまい <music> まあねんなん言うてますけどもですよけどもけどもですよえー、そのねタイのラーメンを食べたあとはですねああどうだろうとちょっと、えー、様子を街の様子を見ようかなと水でも買いに行こうかなと思って家の周りを少しだけ、えー、お散歩したんですが いやー、びっくりしましたね。半分の方はマスクしてないですね。で、マスクしてる人もいるんですけども、もうしてない人もほとんどいる。で、もうそれが普通っていう感じでしたね。で、もう、去年僕大統領選挙あたりにニューヨークにいたんですけど、その頃はやっぱりまだもうちょっとこう殺伐としたね。えー、そのパンデミックのこの恐怖とか、 人が気をつけてる感じがありましたが、今回はもう、だいぶ緩和して、皆さんの気持ちも緩和、緩和しとんねやなって、思わざるを得ないぐらい、えー、のこう陽気な感じがあって。まあ、おそらくこう、ワクチン接種がだいぶ進んだことによって、えー、僕、ニュースでも見ましたけども、もうそのマスクの義務化は取ったんですよね、アメリカは。で、みんなお店に入るときは、お店、 スーパーとかは絶対してくださいねみたいなお店もあるんで常にこうポケットに入れて入るときはつけるみたいな人が結構いるなぁなんてえ思いましたけどもいやーまだ全然お国柄によってねまあ日本とニューヨークしか僕は今は体験してないですけどもまあこう全然こう違うんやなぁと思って去年の感じやといや日本の方がまだこう何て言うんですかだいぶ えー、オープンしてんのかなみたいな思ったけど、今となったら、こっちが、ニューヨークが一気にこう、経済オープンしてるなという感じは受けました。電車ももう24時間運転に戻ってるし、えー、電車も乗れましたけども、全然、あの、人も乗ってるなという感覚。そして、お店もね、レストランももう、その、キャパ制限がもうほぼない感じで、えー、バンバン人も、 言ってるなーっていう感じがあったのでですね。これはまた全然国や場所によって今後ね、この、え、様子が変わってこんねやろなーと思っていいもん見れたなーとはえー思っております <music> はい、どうもなんて言ってますけどもね。え、まあそんなニューヨークに、え、半年ぶりに帰ってきてですね、え、去年俺の部屋を えー、ボコボコにしてくれたネズミちゃんたちも今回は、えー、いなくまあドア開けるとき怖かったなそーっと開けましたねほんまにおったらどうなしそうかなと思ってもう前回むちゃくちゃ綺麗にして帰ったんが良かったですねえー、ネズミのうんこもなく、えー、その日から、えー、しっかり自分のベッドで寝れたわけですがコインランドリーはねまだ行けてないんですよねそろそろ服がなくなるので行こうかなと思ってますが まあ、ブルックに帰ってきてね、えー、この家の周りにはその美味しいコーヒー屋がいっぱいあると、えー、タイムアウトでも何度も言ってますけども、えー、しっかりとアイスコーヒーをいただきましてます、ますけどもですね。まあ、また時差ボケがひどい ついた日なんてね、朝についたってさっき言ったでしょで、僕2時に、昼の2時に寝てしまいましてですね、2時から8時まで6時間、バーッチリり、えー、ぐかぐースか寝たことによってですね、それで完全に初動操作を、えー、誤りまして、今、ちょうど5日目ぐらいですかね、4日目、ようやく、 少しずつですね、人間らしい時間に活動ができるように、えー、なったかの、なんて、えー、思っておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかああ、でもね、やっぱりいいですね。こう、この自宅スタジオがあったりだとか、まあそんな大したものではないんですが、えー、小さな部屋にですね、セットアップがあって、で、先ほどもですね、まあヘッドクォーターとね、 喋ってたんですけども。なんかこうニューヨークに戻ると自分がこう職人に戻るようなこう生活になるんですよね。なんかこうもう朝起きたらそのままそのこのちっちゃい部屋に入ってね。ずっとまあ。音楽のことを練習したり、曲を書いたりとで。まあ夜になったら友達が来るみたいな。なんかそういうね、えー、生活になってもうなんか。その毎日をただ単に繰り返すからなんかこう。 今日が何の日やったっけみたいなね。なんかちょっとこう、錯覚にというか、変なこう、チューブラリン、いい意味でこう、チューブラリンになるような感じが、えー、するんですけども。日本に行った時はね、本当にいろんな人に会ったりだとか、えー、特に東京で僕は生活したことほとんどなかったから、この一年。いろんな人に会えたりとか、まあそういう意味ではすごいエキサイティングな、えー、毎日だったなぁと思うんですけども。このギャップがまたね、 えー、楽しいなと思って楽しんでおりますけどもね。なんかあの、もうニューヨークに戻ってしまったみたいなね、えー、話もあるのかもしれないんですが、まあそうもう、まあ、こちらに家があるのでそういうふうにもなるんですけど、も日本ももっと行くようにしたいし、えー、ニューヨークもね、もっと来れるようにしたいというのが今の、えー、ヤータク・ダークロの2021年のスタンス スタンスデスコアさあなんて、えー、言ってきましたけどもそうです、えー。頑張ってですね、ニューヨークからまた今後もタイムアウトお届け、えー、島倉千代子で行きたいとはね、思っておりますけどもですね、えー、こっちに戻ってくる直前、えー、六本木はアルフィでですね、 えー、日本滞在、まあ、一応最後でもないですけども、えー、公演をさせていただきました。まあ、そんな大きな店でもないのでですね、あまりこう自分から宣伝しなかったんですけども、えー、しっかりと、ばっちりとお客さんにも来ていただきまして。で、あのウェブサイトには、リズムセクションで、えー、マーティーとトモ君とたけしと僕だけって書いてたんですが、えー、スペシャルゲストでなんと、えー 二人足して360センチコンビ、西口明弘、そして馬場智明、ダブルテナーにですね、参上していただきまして、むちゃくちゃ盛り上がりましたね。まあ今回、すごい帰国前でバタバタっていうのもあったし、リハーサルもそこまでね、えー、できる感じでもなかったので、どちらかというとあの4月30日にやったブルーノートの配信の、えー、あの曲たちをですね、 アルフィという場所でもう思いっきりやってやろうっていうのがちょっとコンセプト。その曲の長さとかも気にせずもうみんなソロガンガン回して慣れ親しんだ曲でね、暴れようじゃないかっていうコンセプトでやったんですけど、むちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱりこの、例えばこのブルーノートだとかコンサートホールだとか、時間がしっかり決まってたりだとか、なんかそういう場所になるとなんとなく全体像を見ながら、えー、台本、 をなんとなく頭の中にこう、イメージしながらやることが多いんですが、あれこう、ギグって僕ら言うんですけども、コンサートじゃなくてギグってこう、本当こう、マイクも一本あるかないかみたいな場所で、お客さんの近いところでバシッとこう、ミュージシャンとしてのね、こう、剥き出しの、えー、ソウルをぶつけるみたいな、こういう汗かきながらみたいな、ああいう場所ではね、なんかもう、 一曲何十分になってもええんちゃうみたいな感じでやる。あの、白熱した感じが久しぶりになんかできたなという感じで、めちゃくちゃ楽しかったですね。もうみんないい演奏してくれて、えー、最後は、ね、唇パンパン丸になったわけなんですけども、またああいうライブもね、各地各地でできるようになったらいいなと思います。えー、また皆様の街にもお邪魔しますのでですね、えー、首を長くして、 待っててくれたら、ウィナーさあ、第80回タイムアウト、えー、なんとニューヨークはブルックリンからお届けスタイルが、えー、楽しんでいただけましたでしょうかなんて言ってますけども、今後のまた音楽情報、ライブ情報、えー、しっかり確定次第ですね、どんどん上げていきたいと思います。また 日本にもね、夏暑くなった頃には戻ってるとは、えー、思いますので、えー、ガンガン盛り上がっていきましょうなんて言うてますけども、なんと、今回ですね、えー、皆さんものご要望に、えー、お答えする形なんて言うてますけども、ますけども、えー、私のですね、ファーストアルバムビターハイ、そしてセカンドアルバムエッジを少し、えー、この前掃除してたらですね、少し出てきたのでですね、えー ここで、蔵出しということで、少量なんですが、えー、販売したいと思いますので、早いもんガチガチになっております。ぜひ、お買い求めください。そのショップのリンクはおそらく、美好欄の方にね、バシッとあると思うので、よかったら、チェケラアアウチをしてみてください。さあ、ニューヨークいる間にね、いろんな曲を書いたり、えー、なんかね、ちょっと、友達と喋ってて、なんか配信もできたらいいななんて。 言ってるので、こちらから、あの、お送りできることもあると思います。またそれもね、合わせて、あの、発表、お知らせしますので、楽しみにしといてください。えー、第80回タイムアウト、ヤータクダークロ、from、えー、ブルックリン、えー。皆様、ご清聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。トイ